Two households, both alike in dignity, In fair Verona, where we lay our scene, From ancient grudge break to new mutiny, Where civil blood makes civil hands unclean. From forth the fatal loins of these two foes, A pair of star-crossed lovers takes their life, Whole misadventured pictures overthrows, do with their death bury their parent's strife. the fearful passage of their death marked love, and the continuance of their parent's rage, which, but their children's end, nought could remove, is now the two hours' traffic of our stage, Though which, if you wish, patient ears attend. What h e r e shall miss? Our toil shall strive to mend. ウィリアム・シェイクスピアとは一体誰なのでしょうか。私たちが現在シェイクスピアの作品と呼んでいる多くの劇作は本当にシェイクスピアによって 書かかれたものなのなでしょうかそれについてタイム紙が2007年にこんな記事を発表しています。わかりやすく言えばシェイクスピアという名前の役者は役者は確かにいた。イギリスのストラットフォード・アポン・エイボンに生まれある時期ロンドンで役者として活躍していた。そのシェイクスピアは引退しストラスフォードに戻り1616 16年に死んだ。 がそのシェイクスピアと劇作を書いた人物とは別の人物ではないかとタイム誌の記事を全文翻訳しておきましたのでどうかお聞きください私林博氏は以前から唱えていますようにシェイクスピアもまた私たちが神々と呼ぶエイリアンの操り人形ではなかったかと疑っていますハムレット、リャオそれにザ・テンペストなどの劇作には イイギリススににたシェイクスピアには知るよしもないい歴史的事実が書かかれているからです。なおシェイクスピアは1564年生まれあのミケランジェロは同じ年の1564年に亡くなっています。関係があるのかないのかイタリアで流行したソネットつまり14用紙をそっくりそのまま真似てシェイクスピアもソネットを書いています。 冒頭で紹介したロメオとジュリオッのプロローグもそのソネットつまり14行詞で書かれています。14行つまり 7×2 の筆数学です。広島市、浜松セティジャパン。 The mystery of Shakespeare's identity, time.Shakespeare とは誰なのかストラスフォードの誰か別人がシェイクスピアの劇作を書いていたのではないかという噂はいつも絶えない誰がシェイクスピアの劇作を書いたかという謎は19世紀の終わりから始まったそれ以来別作家がいたのではないかという考えが 広くなされている。今や300人もの会議論者がこの問題を真剣に考えるように訴えている9月10日にシェイクスペアグローブ劇場のディレクターであるデレック・ヤコビとマーク・ライレンスが合理的な理由があるという疑惑宣言なるものをした。 本当のシェイクスピアが誰であるかということについて十分疑う余地があるのでそれを研究してほしいという内容の喚起を促したタイムの編集長や英文学の教授ら何人かがそれに同意し署名した問題の核心はあれほどまでに多作であったにもかかわらずシェイクスピア自身には そうした証拠があまりないという点である。ほとんどの学者は、シェイクスピアがストラトフォードアポンエイボンで生まれ、ロンドンで役者になり、引退し、1616 16年にストラトフォードで死んだということは認めている。が、同意したのはそこまで。ストラトフォード派の人たちは英文学の歴史で偉大な仕事を成したのは、そこにいた ウィリアム・シェイクスピアであると信じている一方反ストラットフォード派の人たちはストラットフォードのウィリアム・シェイクスピアと劇作や詩ソネットつまり14行詞の人物との間には確たるつながりはないと主張している要するに水掛け論ストラフォード派の人たちは多くの劇作の上にシェイクスピアという署名があるではないかと主張している 一方、反ストラトフォーダーの,の人たちは、シェイクスピアが署名したかどうかということについては、誰も知らないと主張している。つまり、現存する6つの手書きの署名は不揃いで、いくつかの違った方法で書かれていると。シェイクスピアと同時代の人たちは、皆、シェイクスピアは役者であるとは書き残しているが、劇作家であるとは誰も書いていない。 えつまりウィリアム・シェイクスピアという人物が生きた人生と彼が書き残した人生との間には明らかなつながりがない。反ストラットフォード派はシェイクスピアの劇作は文学や宮廷生活それに外国旅行に精通したものだがシェイクスピアにはそうしたことを知るための大学教育を受けたという形跡がない。つまり、小さな町の、 一人の役者に過ぎなかったと主張している先の疑惑宣言によれば学者はどうやってシェイクスピアがあれほどまでに広くかつ深い知識を手に入れたか何も知らないとある。で疑われる学者としてはフランシスコ・ベーコンクリストファー・マーロー、エドワード・デ・ベレオックスフォードの17代アールなどがいる。 一方、シェイクスピアを支持するストラートフォード派の人たちは、シェイクスピアが受けた教育でもそうした劇作を書くには十分であったと主張している。もし、ストラートフォード派が主張する通りだとしても、シェイクスピアの劇作のほとんどは古い文献から取られたものであり、いくらシェイクスピアに想像力があったとしても、そうした劇作を書くのは無理であったと主張する。 シェイクスピア研究者のジョナサン・ベイトは次のように言う。議論はシェイクスピアの劇作にはその時代の隠された自叙伝が含まれているという点を前提にしていると。劇作家が自分の経験を劇の中に織り込むというのは現代風の考え方である。が、それは過去の劇を書くというのとは違うと。シェイクスピアであるにせよ。 ベーコンでもデベルでもよいが名前がどうだというのだとなぜそんなに騒ぐのかと両派の人たちはハムレットリア王、ザ・テンペストの向こうにいる人物が誰であるかを知ることは重要だと考えている誰が書いたかが分かれば私たちのシェイクスピアの作品の解釈は全く違ったものになるでしょう ある大学の教授は言う。例えばそれを書いた人が政治に関係していたとしたらそれぞれの劇の一行ごとに異なった動機があることになると疑惑宣言は誰がシェイクスピアの劇作を書いたかということについては書いていないがきちんとした研究と公開がなされるべきであると求めている。 以下ののあるるる。学者がここ問題にについいててすることになっているシェイクスピアについてはいろいろな研究家によって多角的な研究がなされているが重要なことは真の作家が誰であるかという疑問もその中の一つである無駄な大騒ぎもあるかもしれないがいつか真実が明らかになる時が来るだろう で、結論ということになります。私、林弘氏は、ウィリアム・シェイクスピアもまた1500年後のイエスの操り人形でしかなかったと考えて言います。まだ仮説の段階です。直接的な証拠こそありませんが、シェイクスピアにイタリア・ルネッサンスの時代を重ね合わせてみると、それがわかります。つまり、その疑いは極めて濃厚です。それについての動画、ナン、no. バー1828は、この後につなげておきますが、つまり、世界の歴史はもっと広い、つまり、 宇宙的視野でで眺め直してるる必要があとということですつまりイギリスとイタリアはもっと有機的にそれぞれが深く関係しながらつながっているということです。一度イタリア側からイギリスを眺めてみる必要があるということです。またそういう視点で考えないと謎はいつまでも謎として残り、現在の今がそうであるように謎の迷路の中に入ってしまうということです。最後になりましたが、私は20代の頃、映画「 ロミオとジュリオってを見て大変感動しました。で、冒頭に皆さんにご覧いただきましたような動画を作りました。ナンバー1828を見ていただく前にあ、気分転換にどうかご覧になってください。バイ。 Sonnet. William shakespeareによる Two households, both alike in dignity, in fair Verona, where we lay our scene, from ancient garage break to new mutiny, where civil blood makes civil hands unclean. From force of fatal loins of their two foes, a pair of star lovers takes their life. Whole misadventured pictures overthrows, do with their death, bury their parents' strife. The fearful passage of their death marked love, and the continuance of their parents' rage, which but the children's end nought could remove is now the two hours traffic of a stage the which if you wish patient ears attend what here shall miss our toys shall strive to mend